こんにちは、ユアーズです。今回はユアーズが特別な車を購入しますというご報告の動画です。日産の新型フェアレディ Z を購入します。日産自動車が製造販売する日本を代表するスポーツカー、フェアレディ Z、 先代となる6代目フェアレディ Z が2008年に登場してから14年、2022年、今年1月に7代目となる新型フェアレディ Z が初公開されました。6月下旬の発売が予定されています。先行して2月7日から特別仕様車となる新型フェアレディ Z プロトスペックの抽選申し込みが開始されました。240台限定フェアレディ Z プロトスペック、こちらがその特別装備です。プロトスペックのボディカラーはイエロー、ゴーサイドイエロー顔料とゴールドに輝く人工パールフレークを使用した4層構造を採用することで、雷からインスピレーションを受けた鮮烈なイエローを表現しているそうです。この抽選には事前のメルマガ登録が必要で、登録したメールアドレスに応募フォームへのリンクが送られてきます。これが実際に送られてきたオンライン抽選会へのメールマガジン会員限定のページです。今日は今からこの抽選会に応募したいと思います。ここから応募フォームへと進みます。これがその応募フォームです。名前、連絡先、車についてのアンケートを記入していきます。応募します。4月18日頃に抽選結果の連絡があるということです。240台限定のフェアレディ Z は誰の手に、ユアーズの元にやってくるのでしょうか。ユアーズでは車のカスタムパーツの開発販売を行っています。フェアレディ Z のカスタムパーツも製作予定ですので、お楽しみに。抽選結果はこちらの YouTube チャンネルでも報告しますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。視聴者プレゼント、今回はこちらのバーニッシュガラス系コーティング剤を抽選で10名の方にプレゼント。誰でも簡単にできるプロ仕様のツヤ出しコーティング剤です。人気商品なので、車が好きという方にはきっと満足していただけると思います。動画の詳細欄に応募フォームへのリンクがありますので、そちらから必要事項を記入の上ご応募ください。バーニッシュの商品ページへのリンクも載せておきますので、コーティング剤が気になった方はそちらからチェックしてください。このチャンネルではユアーズの新商品の情報やカスタムパーツの取り付け動画などを公開しています。高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。